ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、ニートだけど、拝みやしたらすごかった話などには紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、拝み山飼いのことをしていた、愛犬ヤギだ。え？犬なのに、ヤギなの？詳しくは、本編を聞いてほしい。なかなかやばいぞ。それでは聞いていただこう。オカルト話とは少し違うんだけど、語らせてほしい。数年前まで、拝み山飼いのことをしていた時期があった。その頃は、というか今もだけど、絶賛ニート中で、やることがなかった。当時は身内に不幸が続いて、俺自身が無気力だったのもあるし、金も転がり込んで余っていた。そんな時に、中学の頃の悪友 A が、仕事の愚痴を SNS に書き込んでいたのを見て、久しぶりに飲みに行かないか、と誘ってみた。そこで A の話を聞いたところ、カウンセラーをしているが、時折、こっくりさんや、肝試しで取り憑かれたって話が多くて困る。って内容の愚痴を吐いていた。まだ、USO とか、本コアとかが放送されていた頃で、オカルトブームだったのもあるんだろう。それも相まって、女子学生の、そういう相談が多かったらしい。A はオカルト否定派だったから、くだらないと一周したかったらしいが、それでは仕事に差し支えるからと、頑張って聞いていたそうだ。中には、娘が狐に疲れた、ということで、親に連れてこられたはいいけれど、疲れた本人が大暴れして、部屋の調度品を壊されたなんてこともあったらしい。そういったことが続いて、精神的に参っていた A に、そんなの、近場の人とかに相談しちまえよ、と言ったのがことの始まり。だったら、お前が拝み屋の真似事でもしてくれよ。と言い出した A を笑ってやろうとしたけれど、暇つぶしにちょうどいいかも、と思ってしまった。とりあえず、それっぽい格好をした方がいいのかなと思って、和服でも揃えようかと思ったけど、A に、どうせなら、うさんくさくない方がいい。もし、これで治ることがあれば、俺の株もうなぎ登りだから、真面目に頼む。と言われ、せっかくだし、本腰入れてみようということで、喪服で挑むことにした。他に用意したのは、それっぽいアイテム多数。数珠、経文、聖書、十字架、それからも、いろいろと増えていった。最終的には、銀で作った弾丸、もちろん、薬莢とかなしの、側だけ、とか、ベニヤ板を切って作った、人型とか、いろいろと。お経は、その頃の身内の不幸連発で知った、般若心経を。聖書なんかは、教会を探して、礼拝に行ったりしてみた。そして、拝み屋としての仕事が始まったのは、A と飲んでから数ヶ月が経った頃。記憶を掘り返して覚えているのは、A と飲んだ時は厚着してたけど、拝み屋を始めた頃は、扇風機を使ってたということ。その間 A は、半年先なら、拝み屋を紹介できる、今は予約でいっぱい。と言って、カウンセリングに来た人たちに説明していた。中には、そんなに待てない、という人もいたけど、それでもいいからという人もいたらしく、予定がぎっしり詰め込まれていた。そうこうして、拝み屋の仕事が始まった。仕事の内容は簡単だった。例えば、こっくりさんをやって、狐に取り憑かれた中学生のケース。この場合、俺がやることは、祝詞を唱えて、狐の声を聞くこと。オカルトっぽい書き方をしたけど、狐の声というのは、狐に取り憑かれたと思い込んでいる子の声。やってて分かったことは、取り憑かれたと思い込む子は、何か抱え込んでいることがあるってこと。だから、その言葉を聞くと、親との確執がある、学校で嫌なことがある、ということが分かったりする。例えば、親との確執で悩んでいる子なんかは、我を閉じ込める、その者たちが気に食わぬ。なんて言い回しをする子もいた。そういった時には、ならば、何時の求めることは何ぞ、みたいに芝居がかった言い回しをする。これは、取り憑かれたと思い込んだ側に、今、除霊していると思い込ませる、パフォーマンスだったりもする。後から知った話だけど、こういった手法は、精神科で使われている場合もあるらしい。思い込みを正すのではなく、思い込みを上書きするって手法らしい。その他にも、パフォーマンスはいろいろやった。映画とか見て真似したり、個人的によく使ったのは、コンスタンティンって映画。その映画で、キアヌ・リーブスが演じている主人公の真似をよくしてた。火に金属をかざして模様を当てて、苦しむ様子が見えたら、それを額に押し付けてとか。あとは、炭に紙を一本入れて、人型に名前を書いてもらったり、火薬で音を出すおもちゃの鉄砲を撃つことで、脅かしたり、ラベルを剥がした透明な酒瓶に真珠を入れて、ミネラルウォーター注いで、聖水と言い張ったりもしたし、動物霊はタバコの匂いを嫌うと言って、密閉した部屋で一箱吸い切ったり、
たまに自分が取り憑かれている間の記憶はないと思い込んでいる人もいたから、そういう人のために日本酒にお酢を混ぜたものをおみきと言って、おちょこ一杯分飲ませて、何か苦味や酸味はありましたかって聞いたり、当然お酢が混ざっているから酸っぱいと答えるので、それはあなたに取り憑いた霊が反応しているのですと答えたり、そんな感じで悩みを聞き出して、俺からも説得しようと言いくるめることができたら除霊完了。家族に、お子さんはこういう不満を持っていて、そこにつけ込まれたようです。これからはこのように接してみてはいかがでしょう、という感じで説明もする。それで終われば万々歳、一番簡単な解決パターンだった。この時一番重要だったのは、報酬はもらわないこと。相手を信頼させるためには、こちらが、作業ではないと知ってもらうのが一番だった。そのために、お金はいりません。私の仕事は、困っている人を救うことです。そのお金は、お子さんとお食事に行かれてはいかがでしょう、みたいに言う。中には、それでも、という人がいるから、そういう時は。では、この場所に小さな神社がありますので、そちらのお賽銭にしてください。と言って、手書きで地図を書いて渡してた。他にも、除霊をする時は、必ず相手の家族同伴で、エロいことをしていないとかの証明も重要だった。前述の通り、俺は、お客さんからは金を受け取らなかったけど、A は、字を受け取っていたらしい。取り分って言われて、いきなり7桁近い金を渡されたこともある。それとは逆に、悪化した、どうにかしろ。という話が来たこともあるけど、その時は、症状に応じた道具を渡して帰ってもらってた。俺には、これ以上できることがない、あとはあなた方次第です、みたいなことを言って、当然それだけじゃ納得しない人もいたけど、そういう時は、払えるということは導けるということ、みたいな脅しを入れて帰ってもらった。もちろん、そんな力はないけどね。あと、厄介なパターンもあった。一つは、中二病をこじらせただけの子供。その頃は、中二病なんて名前があったかは覚えていないけど、本人は、それがかっこいいと思っているから、思い込みでもなんでもない。年齢特有の、痛々しい病気であるということ。そういう場合は、正面から、お前、それ、かっこいいと思ってんの?クラスでバカにされてるぞ。くったらねえ妄想だな、と言ってバカにした。こうすると、激高するか恥ずかしくなるかの二択で、どちらにせよ、特に何もしない。相手の親の前で、この通り、あなたのお子さんは、話が通じます。単純に、想像力豊かなようですので、作家などに向いているかもしれません。大丈夫、時間が解決してくれますよ、とか言ってた。恥ずかしがった場合も同様。ただし、若気の至りで、タバコを吸ったりすることもあったでしょう。それと同じです。今後、このことに関しては、触れないようにしてあげてください、みたいなフォローは入れてた。そして、一番厄介だったパターンが、思い込みでリミッター外れたタイプと、本当にヤバいタイプ。リミッターが外れたタイプは、この細腕で、どこからそんな力が、ってやつがいた。当時、悪魔に取り憑かれたって少女がいたけど、中学生なのに、とんでもないバカ力で、俺と相手の両親の3人がかりで抑えて、やっとという状況だった。ちなみに、相手によって、使う道具は変えてて、悪魔だったら、聖書だし、幽霊だったら、お経だし、こっくりさんとかの動物関係だったら、ノリトだった。そんで、悪魔に取り憑かれた少女の相手をした時は、少女のお母さんに頼んで、胸元に銀の十字架を押し当ててもらって、聖水、実はただのミネラルウォーターを、筆で顔に塗りたくって、祈りの言葉を唱えたりした。やっと終わったと思って、力を緩めた瞬間、右腕を掴まれて、お前も道連れだ。と言われて、折られた。枝でも折るみたいな感じで、バキッとやられたけど、それ以後、少女はおとなしくなった。この時ばかりは、報酬代わりに治療費だけ払ってくれということになった。ただ、思い返してみると、道連れなのに腕だけかよ、とか、悪魔なのに日本語なのか、とか、ツッコミどころは満載だった。そんでお待ちかね、本当にヤバいパターン。めったにいない、というか、俺が見たのは二人だけだけど、オカルト否定派だった俺が、肯定派になったきっかけでもある。その人が家に入った瞬間から、気温が下がっていく感じがした。それから、いつも通り、事前情報から、これは動物の霊ですね、とか言った瞬間に、バキバキバキって音がしたり、ノリトを唱え始めたら、オブジェとして使ってた、ろうそくの火の勢いが増したりと、いろいろあった。結局、最後までその現象は続いて、ノリトだけじゃ無理、となったから、ダメ元で聖書読んだり、お経を唱えたり、いろいろしたけど、ダメだった。散々試してダメだから、巧妙な霊媒師や神社を紹介することしかできなかったのを覚えてる。ついでに言えば、紹介といっても、こんなところやこんな方がいます。俺には無理ですが、この人たちなら、あるいは、って形で。結局廃業することにしたのは、このヤバいパターンの、二
二人目が原因。帰った後でも寒いまま、バキバキという音は鳴り続けてるし、風呂やトイレで視線を感じる。部屋に置いてあったはずの経文が、玄関に落ちている。なんて現象が頻発するようになって、当時の家財道具意識を引き払った。ついでに仕事道具も奉納して、遺産である家も土地も手放して、できるだけ離れた場所で生活しようと逃げ出した。幸いなことに、この時の怪現象を引き起こしていた何かは、それが幽霊なのか悪魔なのか、それとも俺の思い込みなのかはわからないけど、引っ越したら現象は収まった。最後に締めると、幽霊や悪魔は思い込みなのかもしれない。だけど思い込みだけでは解決できない問題も世の中にはあるということ。悪友の A とは未だに付き合いがあるし、たまにまた拝み屋をやってくれないかと言われるけど、断ってる。霊感なんかないはずの俺でも感じられるほどヤバいのがいる。それが分かったから、もう関わりたくはなかった。私の姉は、中学3年の時に、突然病気で亡くなりました。生まれつき心臓に血管を持っていたようで、それが悪化しての本当に急なしでした。私は当時、11歳だったんですが、死というものが実感できず、ただ姉に二度と会えなくなるということしかわからず、しばらくの間、うつ状態だったそうです。その当時、私の家では犬を飼っていました。道端で車に轢かれたか、カラスに襲われたか、怪我をして動けなくなっていたところを、姉が見つけ、拾ってきて、二人で懸命に看病しているうちに、いつの間にか、ヤギ、なんて変な名前もついて、私たち家族の一員になっていました。特に姉には恩を感じてか、優しかった姉の性格のためか、随分のラブラブぶりで、学校から帰ってくる時間になると、家の前の通りの曲がり角まで、いつも迎えに行って待っていたりしていました。私は、動物は嫌いではなかったのですが、特に好きでもなかったのと姉に対するコンプレックスのようなものがあり、ヤギに対しては、特に可愛がるようなこともしませんでした。そんな中、突然の姉の死、家の中も、日が落ちたように暗い毎日が続き、母親が、私に聞こえないように夜中に泣いているのを時々聞いてしまったりと、本当に辛い、寂しい日が続いていました。それでも、ヤギだけは、なぜか元気で、いつも通り学校から姉が帰ってくる時間になると、毎日家の前の通りまで迎えに行く素振りを見せ、私はバカ犬、と気持ちを逆なでられるような気分で、肉肉しく思っていました。ただ、不思議なことが一つだけあって、いつもは姉が帰ってくるまで、ずっとおとなしくいつもの通りの角で待っていたヤギですが、姉がいつも通りでない時は、私が連れて帰ったりしていました。死んだ後には、当然姉が帰ってくることもなく、誰もヤギを迎えに行っていないのに、嬉しそうに、一人で戻ってくるのです。そんなことが2週間ほど続いて、気味が悪いのと、一匹で外に出ていくのは危ないとのことで、父が、いつでもヤギが外に出ていけるようにしてあった、小さい窓のようなものを塞いでしまいました。それからしばらくして、姉の四十九日の日、いろいろと法要のようなことでバタバタとしているうちに、ヤギが、いつの間にか家からいなくなっていました。いつか戻ってくるだろうと思っていたのですが、夜になっても、ヤギは戻ってきませんでした。私は、なんとなく冷たくしていたことへの罪悪感があり、その夜はいつもの散歩道などを一生懸命探したのですが、見つかりません。家に一旦戻ろうかと考えていた時、向こうからヤギがとぼとぼと私の方に近づいてきました。とても寂しそうとしか言いようのない目つきで、私を見上げた時に、なぜだか、ふと、姉を見送っていったのだな、と感じて、そう思った途端、私はヤギを抱いてワンワン泣いてしまいました。それからは、ヤギに対して、姉の分も可愛がってやろうと、実家を出たいまでも、大切に一緒に暮らしています。2話目、確かにヤバいよね。ヤギは、四十九日までずっとお姉さんと一緒にいたのね。ああ、そうなんだろうな。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか ?1話目、拝み屋まがいのことをしていた。2話目、愛犬ヤギ。3、その他。よろしければ、皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。